57丁目駅はマンハッタンの57丁目の6番街にあるニューヨーク市地下鉄 IND6 番街線の駅である。終日会系統が停車する。線路は駅の北で東に曲がり IND63 丁目線になる。改装前のホーム57丁目駅はクリスティーストリート連絡線の建設に伴って、 新設された二駅のうち一駅として1968年7月1日に開業した。開業時はラッシュ時の B 系統及びオフピーク時の KK 系統の終端駅であった。B 系統はマンハッタン橋から BMT ウェストエンド線を経由してコニーアイランド駅へ、K、KK 系統はクリスティストリート連絡線、ウィリアムズバーグ橋、BMT ジャマイカ線を経由して、 クイーンズ区の168丁目駅へ向かっていた。k k 系統は1974年に KK 統に解消されて、ブロードウェイジアイクション駅止めになり、1976年には廃止された。または1978年に、ジョンカイケネリ国際空港域の JFK エクスプレスの運行を開始し、57丁目駅はその北端駅となった。 マンハッタン橋の修繕工事により運用が大きく、変わり B 系統はセントラルパークウェストから7番街駅経由で IND6 番街を通る現在のルートに改められ、グランドストリート駅との間はシャトル運転の S 系統に切り替えられた。1988年には旧系統が IND6 番街線経由となり、マンハッタン橋から BMT ブライトン線を通って、 ブルックリンク内を急行運転するようになった。1989年に63丁目トンネルが開通すると、旧系統は新設された21丁目、クイーンズブリッジ駅まで延長された。1990年には、旧系統は B 系統に置き換えられ、2001年には、クイーンズ区の63丁目トンネル連絡線が開業して、B 系統は 会計等に切り替えられた。2015から2019年の投資計画で、または地下鉄内で老朽化している31駅の中に、当駅を上げ、これにより、最大6ヶ月間休止して、全面的な改装を行い、USB チャージャーや Wi-Fi の設置、壁面や照明の交換が行われた。2018年1月に、ナイクとは当駅と23丁目駅、 28丁目駅及び34丁目、ペンステーション駅の改装工事の要求を許可、同年2月にはまた取締役会は、ジャドラウ・カントラクティング社と1億2500万ドルの契約を結んだ。これを受けて、当駅は改装のため2018年7月9日から、同年12月19日まで営業休止となっていた。オニールを検証するプレート十七丁目駅は、 シンプルな島式ホーム一面二線の駅で、ニューヨーク市地下鉄の終端駅では、ありふれた構造である。改札のスラムゲート型出口が撤去されたことを除けば、駅のデザインの多くは1968年の開業時から変わっていない。天井から吊り下げられた自列車表示器も残っており、終端駅だった名残を止めている。運転指令書と乗員詰め書もまだ残っている。 1989年に63丁目線が21丁目、クイーンズブリッジ駅まで延伸された際に使われなくなったが、1998年に BMT ブロードウェイ線で、クイーンズブリッジ駅57丁目から7番街駅間のシャトル列車を運行するための工事期間中、IND6 番街線の列車を当駅止めとすることになり、一時的に運用に復帰した。 2001年12月に IND クイーンズ、ブールバード線への63丁目トンネル連絡線が完成して工事が終了したことから、運転指令書は完全に廃止された57丁目駅にはもはや残り、少なくなった電話ボックスが残っており、メジャニンの改札内に設置されているが、ドアは壊れている。1978年に亡くなるまで、ニューヨークシティトランジットオーソリティのチーフエンジニアを 勤めたジョンティオニール大液体差を検証するプレートが西側壁面の電話ボックス隣に飾られている。島式ホームは比較的広く、ホームマイナスメザニン間には6つの階段がある。メザニン、地上間には8つの階段があり、56丁目から57丁目にかけて6番街の両側に出ることができる。駅の壁は白塗りで、57スショートトンの文字が書かれている。 通りに面したエントランス57丁明記は以下の作品に登場している。ありがとうございます。